inside me say the word. Oh, you've been playing nice, but I can see it in your eyes. You're thinking, Christ, is everybody's girl?皆さんこんばんは。さあ、キックオフまであと少しです。キックオフです。下がったボールはシャビアロンソ、まずは前線に送ろうというところ、ダイレクトで出す。おっと、オフサイドはないぞ。後ろからさらに行く、強いスライディング、クロスオーユベントス、ここからの攻撃になります。チェック、中には味方がいない。ここはディフェンスされました。では、ここはしっかりと守りました。あっと、ここまで上がってきた。ボールは渡る、チェックに行く、シャビアロンソ横へ運ぶ。あっと、つながったか。思い切って打ってきましたね。そうですね、でもうまく蹴りましたよ。フリゲラチェック、セカンドトップアマウリ、そのままシュート。しかし北澤さん、もう本当そのまま行きそうな感じだったんですけれどもね。まあそのまま狙ったんでね、難しいボールではあるんですけどね。イベントス、スルーからのチャンスを逃しています。硬い、一旦戻す、左サイドからボールが渡り、しかし追いかける、右サイド駆け上がっていく、抜けてきますよ。さあ、いけるか。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。中に2人いる、このシュート、うん、コースが当たってますかね。ここまで持ってきたんですが、残念でしたね。うん、あとは正確性ですね。さあ、右サイド、フェリペ・メロ勝っています。ラウール横へ動きます。チェック、行くか、なんとかクリア。イベントス、ここからの攻撃になります。右サイドチェックきついですよね。ここスペース見つけたいですね。さあ、先制点のチャンスになるか。さあ、いけるか。3人いますよ。先制点のチャンス、主審のプレーになりました。そしてこれが今日最初のファウル。今日の主審はヨハン・バイカートさんです。預ける、右側、一人で持っていけるか。さあ、抜けてきた。中に2枚、シュート、ここは一難逃れます。シャビアロンソ、セルギオラモス、右サイドだ、中を見ている。先制のチャンスだ。中に一人いる、ここで激しい、中には3人いる、
狙った左足決まった、やったベアル先制のゴール。レアまずは1点先行しています。こちらがどうしたらね、これでちょっと面白くなりましたよね。はい、続けて注目してまいります。チェック、ちょっと合いません。ディエゴ、レア今のところ1点リード。しかしよくボールも回せていますね。本当ですよね、そういった面ではミスらしいミスないですからね。いいですね。スペースを使う、中央から行った、大きくクリアします。ここはあまり持たせすぎるとダメでしょ。いいところです。さあ固まっている、あと1枚抜けばっていうところでしたかね。一旦預けます。さあどうする、細かいボールの奪い合い、追加点のチャンス、中に2人いる、どうする、さあ追加点になるか、入った、左足、前半残りわずか、レアル、これで2点差。ユベントス2点差となりましたが、いかがでしょう。そうですね、巻き返すということよりも1点でも返しておいた方がいいということですね。はい、ではここまでは圧倒的にボールを支配しています。チェック、おっと長い笛、前半が終了します。いやこの2点目はね、これも終わるんじゃないかなというところでのね、追加点でしたからね。そうですね、ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうから、わからないですよ。それではこのハーフ少し振り返ってみますが、まず頭に思い出されるのは前半3、後半です。レア前半では支配率で上回っています。これはファールです。フリーキックとなります。果敢にスライディング、チェックに行きます。セルヒオ・ラモス、左足だ、よく止めました。カシージャス、ナイスセーブです。うまいですね。この上がりいいですよ。ここへ抜けてくる、シュートですが、北澤さん、今の攻撃なんですが、はい、自分で行きましたね。ただ最後ちょっとボールの置きどころがね、伸びてしまいましたね。フェリペ・メロ、ジエゴ、中盤の選手、渡る、中に誰かいます。シュート、強烈なシュート。いやそれにしても北澤さん、一人で持って上がりましたね。シュート前のドリブルもね、良かったんですけどね。北澤さん、はい、レア得点してからはいかがでしょう。まあそんなに変わってないと思いますけども、やはりゴールしてから落ち着きましたよね。なるほど、ここで激しい、さあ動きが速くなる、チェック、左に、どうだ、いいボールだ、シュート、キーパーしっかり抑えました。これはコーナーキックです。ここで選手の交代があるようです。さあコーナーからの最初のセットプレー、ヘッド、際どいぞ、うまくボールが入ってたんですけどね、枠にはいきませんでしたね。本当に絶好機でしたね。素晴らしいコンビネーションを見せたのはユベントス。左からのチャンスになる、ここで抜けてくるか、遠目からシュート、おっと決められない。今のが入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしたよね。
レア、立ち上がりについてどうご覧になりますか。そうですね、まあ、リードはしてますけども後半の様子を見る限りでは悪くありませんよ。さあシュート、わずかに右へそれました。さっきのような攻撃でさらに離されるとこれはもう致命的ということになります。そうですね、決められるととどめを刺されると言ってもおかしくないですからね。さあ固まっている、惜しいところまで行ったんですけどね。レアルとしてはまあうまく守れていると思いますよ。ここで流れをつかみたい、狙いは良かったと思うんですけどね、なかなか入り込みにくかったんでね、やはり遠目からのシュートを積極的に打ったシーンでしたね。ここで選手の交代があります。安定した攻めを見せています。いいワンタッチだ。ここへ抜けてくる、おっと、細かいボールの奪い合い、いいところに出しました。追加点のチャンスだ。シュート右足、いいディフェンスを見せます。エリアの右、下げてここはシャビアロンソ。さあいけるか、追加点のチャンス、ここはなんとかクリアです。あともう少しでしたね。ゴール前まで持っていったんですがここはチャンスをものにできません。横へ持っていく、いいプレッシャーだ、持っていく。さあ追加点になるか、よく抜けてきますね。絶好の得点機、シュート、あー惜しい、いいディフェンスを見せます。レア若干押しています。さあボールが抜ける、スライディング、いい形で切り込んでいったんですけどね。ラウール、ベンゼマ、この2トップにうまくボールが絡み出してはいるんですがもう一方及びません。イベントス、結局このボールを奪いました。ファビオ・カンナバーロ、自分たちのリズムに持っていきたい。このボールいいですよ、後ろへ預けた、中央へボールが出てきた、ここで激しい、一旦預けます。これから前を向こうというところだったんですが突破できませんでした。チェック、サイド、ここで試合終了です。2-0、レアル勝利です。前半のゴールはそのまま決勝点。本日の試合について一言いただけますか。そうですね、レアルとしては戦前の予想通り順調な試合運びができましたよね。予想通りの展開だと思いますよ。はい、では本日の試合内容を振り返ってみます。前半33分、カカ見事なミドルシュートでしたね。今思うとあの時点で今日の勝敗がついたことになります。はい、そうですね、慎重なボールキープから全体を見渡す時間がありましたし、またそこからうまくパスを通しましたよね。いい形でした。それから前半44分、カカもう残り時間が少ないところでしたが重い重いこの追加点、そうでしたね、シュートを打つ前の選手のプレーなんですけど、いいパスが出ていましたから、ああいったアイスのようなパスがあると次につながりやすくなりますよね。さあ今度は少しデータを振り返ってみますが、レア、やはり支配率でも相手を上回っているようですね。それだけにボールを扱う機会が多かったということですからね、当然の数字なんでしょうね。まあいい形でねシュートまで持っていってましたからね。本日の結果は2-0、
レアル、勝利をものにしました。解説は北澤豪さんでお送りいたしました。次回の試合を皆さんお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。